どうも、牛木です。本日なんですけれども、弓道男子とサッカー男子、どっちがモテるのかということについて今日はお話ししていきたいと思います。このように私たちのチャンネルでは普段からですね、心理学や科学などに基づいた、論文や、研究結果などをもとにですね、わかりやすく弓道のことについて解説したチャンネルとなっておりますので、皆さんよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということでですね、価格がちょっと、はい。本日のワインはですね、こちら、オーストラリア産の、シャルドネというワインですね。こちらですね、ちょっと辛口なんですけれども、舌触りはとてもね、優しくて、結構グビグビ飲めてしまうワインですね。うまい。ということで、ちょっと話逸れてしまいましたが、結論ですね、結論。弓道男子の方が、モテます。はい。という感じなんですけれども、まあ、理由としてはね、3つほどございまして、まず1つ目、あと誠実そうですね。で、2つ目が、チャラくなさそう。で、3つ目なんですけど、3つ目がですね、落ち着いているといった、理由となっております。で、こちら具体的にはですね、イギリスのハヤケンブリッジ大学という大学の調査で明らかになったんですけれども、こちらですね、弓道が好きな、女性100人を対象にですね、このようなアンケートを取りました。弓道男子とサッカー男子、どちらと付き合いたいですかというアンケートですね。こちらなんとですね、100人中98人もの女性がですね、なんと、弓道男子と付き合いたいと答えたんですよ。へーっていう感じなんですけれども、なのでですね、よく港区女子が言いそうなですね、サッカーやってて、イケメンが好きで、で、そういう男子が、もう早くもう彼氏欲しいんですよっていう人いるんですけど、あれ、嘘ですからね。皆さんちょっと惑わされないようにしてくださいね。ということでですね、今日はですね、こちらの続きの動画なんですけれども、うちの概要欄またはニコニコ動画でですね、まあ、続きの動画、やっておりますので、よかったらね、そちらの方に、動画見ていってください。ということで、本日は、弓道男子とサッカー男子、どっちがモテるのかという話でした。で、猫さん、どうしたの？え？お腹すいた。まあ、後でご飯あげるからね。うん。はいはい。ということで、今日はですね、猫はめっちゃ可愛いという話でした。よかったら、グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、バイバイ。